野口玄三郎は、日本の陸上競技選手、指導者、体育学者、東京教育大学、東京高等師範学校、埼玉大学名誉教授、埼玉県半沢郡横瀬村の出身であり、埼玉県発のオリンピック選手である。選手としては十種競技を専門とし、第3回極東選手権競技大会で優勝、アントワープオリンピックに、 日本選手団の首相として出場し、12位という成績を収めている。指導者としては幼少片手に指導を開始し、日本に最新の陸上競技の知識と技能を伝え、東京文理科大学陸上競技部では部長として日本学生陸上競技対抗選手権大会で部を6度の優勝に導いた。体育学者としては陸上競技や学校体育の向上に尽力し、 研究成果を本や論文として即座に発表して、選手に還元した。これらの功績から、日本における近代陸上競技の父と称される。1888年8月24日、父、丸橋栄三郎、母、丸橋筆子の長男として、埼玉県半沢郡横瀬村で生まれる。しかし、生後100日にして母、筆子が病死したため、 二歳で、母の教里、大里郡岡部村志根の親戚、野口八十郎の養子となる。1895年、岡部尋常小学校に入学する。当時の岡部小は、岡部正義清の母大寺である夫妻寺を校舎としており、一学年一組の小規模校であった。低学年は、同様、金太郎を歌いながらのお遊戯、高学年は、美容術と呼ばれる、都市体操や、 アレー体操といった体育の授業が行われた。野口の小学校入学時はちょうど日清戦争終結と重なり、外戦した高崎連体育の兵隊を英雄として迎え入れる風潮があり、自由時間には上級生が下級生を従えて隊列を作り、竹製の鉄砲を構えて軍歌を歌いながら行進する軍隊ごっこが行われていた。野口少年は、 競馬会と称する近隣の村々から集まった子供たちによるかけっこで何度も勝利し、夏には近くの池で水泳を楽しんだ。最終学年の4年生の時、同級生がいたずらをして教室からつまみ出される際、教師が児童の耳を引っ張ったことに、野口は憤慨し、抗議するも聞き入れらなかったため、友人らを引き連れて、翌日から深谷人上小学校へ転校した。 事情を聞いた、深谷省の教師は、野口らを教室に迎え入れ、無事に深谷省を卒業する。1899年、深谷高等小学校に進学する。深谷省では、美容術と呼ばれる都市、レコンボ体操と、兵式体操を経験した。野口少年は引き続き競馬会に出場したほか、冬には陣取りをして遊び、玉竿を使って、幅跳びや高跳びをしていた。 この頃、剣術学校をはじめ、淡い初恋を経験している。1903年、深谷省を卒業し、一年間代用教員を務め、埼玉県師範学校附設を執し講習会進学、半年で卒業して、準訓導の資格を取得、準訓導として、半年間教団に立った。1905年4月、埼玉県師範学校一部に入学した。同年月に、 東京へ出かけ、あたご山に登り、生まれて初めて海を見た。野口が入学した頃、世間では日露戦争が終盤を迎え、埼玉市販でも勝負、近県の風潮があり、近くの無縁簿で肝試しが行われた。全寮制で上下関係が徹底していたことから、新入生は上級生の部屋の掃除、休茶、靴磨きなどをさせられ、廊下の中央を歩いていたというだけで、 鉄拳制裁を受けるような厳しい寮生活であった。そこで、野口は、下級生時代に、SH 会と名付けた、友人有志で休日に、寮から抜け出し、東京に出かけ生息英語学校で語学の勉強を、していた。一年生の夏休みには、SH 会の仲間で、鍛錬旅行と称して、埼玉から徒歩で、富士登山に出かけたが、 極端な貧乏旅行であったため帰りついて入浴している最中に貧血で倒れている。スポーツの面では剣道、テニス、水泳、野球などに取り組み、特に剣道とテニスには自信を持っていた。剣道では3点に4年生の頃に大賞を務め、第二本部特会主催の全国大会に出場し、故意に入賞している。テニスでも三点に四年生の頃に大賞であり、 関東レベルの大会で優勝を経験した。1909年3月に同校を卒業した。1909年4月より、母校の岡部尋常高等小学校訓導となり、現地の青年団長も務めた。岡部省ではこの頃、校長を中心に校舎の全面改築を進めていたが、完成間近にして校長が交代させられ、新しく赴任した校長は、村長の親戚筋であった。 このことに割り切れない思いを抱いていた野口は、新校長が連合青年団を結成し、規約を定め、その発会式を開いたところで、既存青年団の特徴を生かしてほしいと提案した。式に参加していた青年らは野口に賛成し会場が騒然となったため、臨時休憩が宣言されると青年は全員帰ってしまい、式は流会となった。青年の帰宅を、 野口は全く予期していなかったが、野口が青年を先導したのではないかと疑いをかけられ、県の志賀倉から質問された。結局、野口は無罪方面となったが、この事件を契機に校長は退職した。事件は中央新聞地方版に掲載され、多くの人に知られることとなり、野口は周囲の人から心配され、野口自身埼玉を離れたいと思うようになった。 国際ウリムピック大会選手予選会で完走した東京講師の3選手52番をつけているのが野口。51番は優勝した金四十43、75番は五位入賞の橋本、サブロー。その後、野口を心配した埼玉市販の教師の勧めで東京高等市販学校の補欠募集を見て応募し、1911年4月。 文化研修体操選手課に進学する。スポーツの腕前に自信があったことと、体育だけでなく、文化を研修できることが決め手となった。研修とはいえ、地理歴史の選修生と同じ授業、同じ試験を受ける必要があり、体育の方でも、柔道、剣道ともに、最低二段にならねばならないという、厳しいものであったことから、24人見た同期が、 卒業時には12人に半減した。入学して、すぐに春の校内長距離競争で一学年先輩の金栗43と競り合うも、ゴールの手前でレースを中断したため6位となり、同年10月6日の秋の校内長距離競争では、金栗に次2位となった。こうした活躍が校長の加納王子五郎の目に留まり、羽田運動場で開催される。 ストックホルムオリンピックの予選会への出場を進められた。11月19日の予選会ではマラソンで4位に入賞したが、日本代表に選ばれたのはこの時優勝した金栗と短距離走の3頭や彦の2名であった。日本代表にはなれなかったものの、これが野口の陸上競技会入りを果たす契機となり、本格的に競技に打ち込むことになった。野口自身はなぜ、 金繰り、三島がオリンピックで敗北したのか、日本国外のスポーツとはどんなものか、という疑問を持ったことが、陸上競技に向かう契機となったと10回している。1913年11月1日2日に、陸軍と山学校で開かれた第1回全国、陸上競技大会には400メートル競装総幅飛び、棒高飛びにエントリーし、 棒高跳びで7フィート10インチをマークして優勝した。陸上競技以外に剣道にも精を出し、1914年6月には四段に商談した。また水泳に関しても水浮流を習得し初段に列している。孔師時代の野口には、経済事情がつきまとい、何度も退学を決意するも、 加納校長とミ岸社官の物心両面からの支援に励まされ、無事卒業を果たした。松本中学教師1915年3月26日、東京講師を卒業し、中等学校の地理科、歴史科、体操科の教員免許を取得した。そして同年4月1日付で、長野県松本女子師範学校教諭研訓道と、長野県松本中学校教諭を兼務し、 長野県松本市に赴任した。赴任を前に、丸善へ立ち寄り、偶然にもマイク・マーフィーのアスレチックトレーニングの現象を入手した。松本女子師範学校での勤務は1916年3月で、終わり、以後は松本中単独の教師となる。プライベートでは1917年4月1日に、東京府渋谷町出身の伊駒豊子と結婚している。 松本中教師としての任務は体育主任として学校体操教授要目に準拠した新たな指導方針を策定し実行することであった。体操科の授業時数は5時間で当時は適宜指導することとされた激変及び柔術を完全実施したこと、学期ごとに身体検査を実施しその成績を見て授業計画を立案実行したことが特筆される。交友会では スポーツの普及に努め、徒歩部、剣道部、UA 部の部長を兼任し、スケートの導入も図った。特に徒歩部は野口が自ら設立した部であり、マーフィーの本を手引きとして、自身の競技力向上に向けて練習に励んだだけでなく、東京からスパイクシューズを数足仕入れて生徒に強要させ、共に汗を流した。校内競技会では部長ながら100ヤード、400メートル、 砲丸投げ、円盤投げに特別出場した圧倒的な強さを見せて優勝するとともに、生徒に陸上競技への参加を促した。また、野球外独論の影響で中断していた長野県中等学校連合運動会の復活に際して、陸上競技を採用するよう尽力し、1917年10月15日16日に長野中学校で開かれた連合運動会は、 長野県における陸上競技大会の先駆けとなった。選手としての野口は1916年7月20日から8月28日にかけて大日本体育協会が主催し、金栗り43らが指導した第2回かき、陸上競技練習会に参加し、途中で開かれた練習大会では、総幅跳びと220ヤードで1位、棒高跳びで2位、1マイルで3位と活躍した。 9月2日3日の第3回極東選手権の予選会では十種競技に出場して優勝、日本代表の座を得た。当の極東選手権本番でも十種競技で優勝して日本チームの優勝に貢献した。同年の日本選手権では棒高跳びで優勝、五種競技と400メートルで2位に入賞した。野口の松本時代はわずか3年間であったが、教え子の中から 日本国内大会で上位を占める選手が現れるなど、長野県の陸上競技の黎明期を切り開き、発展の端緒を作る上で多大な貢献をした。野口本人にとっても、松本時代は、若き教師時代の楽しかった思い出として、胸に刻まれていたようである。秘境、五輪、現役引退1918年4月1日、大日本体育協会の常務委員に就任したため、 東京に戻った。その背景には、スウェーデン体操を中心に据えた、学校体操教授要目に対する、カノオジゴローの不満があり、学校体操教授要目にスポーツを取り入れようと、画策し、その第一に、陸上競技を採用しようとしてその専門家として、ノグジを呼び寄せたのであった。同年、カナグリ4らと競技して、全国学生陸上競技連合を設立し、 翌1919 19年4月1日には、東京講師体育科講師食卓を兼任し、教師として母校に戻った。同年10月、埼玉県の小学校の運動会に審判として、呼ばれた際に、車中で、金栗、沢田栄一と話し合い、翌1920年2月に、第一回東京箱根間、往復大学駅伝競争を、四大専門学校対抗駅伝競争として、 開催し、母校の東京講師が優勝した。この年、東京講師体育科講師となる。1919年4月には、翌年のアントワープオリンピックの予選会が開催され、東京第1次予選会に出場して10種競技で優勝。第2次予選会でも10種競技で優勝し、10種競技の日本代表に選出され、フィールド競技指導者要請の意味を込めて首相に任命された。 同年8月の日本選手権では、総幅跳びで6メートル08を飛び2位になった。1920年のアントワープオリンピックでは、開会式で騎手を務め、8月20日21日に十種競技が行われ、当初29人出場したものの寒さと降雨で、脱落者が相次ぎ、野口は右足検痛に耐えながら最後まで競技を続行したが12位と振るわなかった。 この時の記録は3669.630点で金メダルを獲得したヘルゲラブランドの半分ほどの点数であった。なお、野口の登録名はジェンセブーロ野口であった。野口ら日本代表の面々はこの戦いを永遠に忘れず日本のスポーツ発展に尽くすことを誓い、白はじむ会を結成した。野口のアントワープオリンピック出場は 欧米大陸の視察を兼ねており、オーロは5月に横浜港を出港してアメリカ合衆国を横断してイギリスを経てベルギー・し、フク袋はスウェーデン、ドイツ、フランス等をめぐって陸上競技の専門書などを購入し11月に日本に帰国した。総日数176日の長旅であった。アントワープオリンピックをもって 野口の競技者生活は終止符となり、以後は指導者に徹するようになる。すでに、松本中途法部や、大京主催の下記陸上競技練習会で、指導実績を持っていた野口は、アントワープオリンピック以降、本格的に指導者人生を歩み始めた。1921年5月には、第5回極東選手権に、日本選手団監督として追考、随行。 1922年5月には第6回極東選手権で総務委員主事を務め、1924年にはパリオリンピック日本選手団監督を務め、イギリス・フランスの視察も行った。この間、1921年には大教主事に就任したほか、文部省師範学校、中学校高等女学校教員検定試験委員に初めて移植された。 1922年には日本国内外の文献、審判例を参考にまとめた最新陸上競技規則の解説を出版9版を重ね、1923年4月にはオリンピック陸上競技法を出版28版も出たベストセラーとなった。オリンピック陸上競技法がこれほどまでに重版したのは豊富な写真とともに初心者にもわかりやすい。 陸上競技の解説が付されていたことに加え、文献の学習参考書として受験者が購入したこと、この本を携えて、日本各地で野口が陸上競技に関する講演会や実技指導を行ったことが背景にある。野口の講習会には、後に日本人初のオリンピック金メダリストとなる小田美紀夫の姿があり、ここで野口から褒められた小田は、 陸上競技に傾倒するようになった。新潟県刈羽群では、野口の講演用紙を、陸上競技の実際と題した、小冊子にまとめ、福井県市販学校体育研究室では、野口の著書を省録して、オリムピツク陸上競技法を、発行、教科書に採用した。1925年4月1日、大教主事を退任、4月25日から、 東京講師教授として勤務し始め、高等官六等に助せられた。同年10月には、東京講師陸上競技部の部長に就任した。この頃には、東京講師体育課で派閥争いを繰り広げた、加納寺五郎、カニ徳、長井同盟、三橋菊夫は退職しており、教師陣は、大谷武一、二宮文右衛門、宮下牛太郎、佐々木人志ら体育を専攻した。 東京講師出身者のみで占められていた。とはいえ、まだ学校体育の中心は体操であり、スポーツの地位は低いままであったので、野口はスポーツ畑の代表者として地位向上に励んだ。1926年には体育研究所技師を兼任し、新成陸状況儀規則解説を出版。 全日本陸上競技連盟から国際陸上競技規則が発刊されるまでに3班を重ね陸上競技運営のバイブルとして陸上競技関係者に重宝された。この頃、二階堂特有が創設したばかりの二階堂体操塾でも講師として教弁をとっていた。1928年のアムステルダムオリンピックには陸上競技の選出役員として参加し、 ドイツの体育視察と国際陸上競技連盟総会への出席を兼ねた。アムステルダム五輪では小田三生が三段飛べで金メダル、人見木濡えが800メートルで銀メダルを獲得するなど活躍し、野口は出場した17人の日本人陸上競技選手の競技状況を第9回オリンピック陸上競技の研究にまとめた。同書はオリンピックに 初めて採用された女子の競技についての詳細を掲載し IAAF で議論された競技規則改正の内容をも盛り込み最新情報を日本にもたらした。1930年東京講師陸上競技部はチーム名を東京分離科大学陸上競技部に改め引き続き野口が部長として率いた。1931年文理大は 日本学生陸上競技対抗選手権大会で念願の初優勝を成し遂げ、1941年に中止となるまで優勝6回、準優勝3回を達成し、黄金期を迎えた。学外でも1930年3月に第2本、体育協会誌編纂委員長に就任して、協会誌をまとめ上げたほか、1937年に1940年、 東京オリンピックを見据えた日本陸上競技ヘッドコーチ1939年に全日本陸上競技連盟戦無理事と第2本体育協会理事に着任している。野口はヘッドコーチとして日本代表候補を選定、指導陣の組織、合宿の開催、アメリカから選手を招いて試合を行うなど着々と準備していたがオリンピックの開催返上のため、 すべて中断となった。東京講師体育科の教師陣右から順に、今村義尾、野口玄三郎、二宮文右門、浅川正一。二宮以外は東京講師、分離大陸上競技部の OB。二宮は東京講師体育科の主任教官であり、野口は二宮を補佐する役目を果たしていた。日中戦争の先行きが不透明となる中、 1941年に分離大陸上競技部が所属していた大塚学友会は解散し、新たに大塚学園法国会が発足した。その中に、単連部が設けられ、陸上競技部は陸上競技班となった。この時、野口は部長職を降り、日本陸連、大凶の理事職も辞して、陸上競技の指導者としての第一線から退いた。 日本インカレを主催していた日本学生陸上競技連合は1942年に第日本学徒体育振興会に吸収され、野口は会長の橋田国彦から幹事に移植された。この頃はまだ若干の専門学科を教授する時間があり、全学の全生と教員を対象とした国防鍛錬や大連科教授要目の改正に向けた研究などの業務に追われ、 終電で帰宅することも多かった。1943年には大日本体育協会から解消した大日本体育会で陸上戦技部参与と国防を担部長に就任し、野口も戦時体制に組み込まれたが心から体制に共鳴することはできず複雑な心境で陸上競技が陸上戦技へと変貌していく様を見届けた。同年後半からは生徒ともに か田の日本特殊工工場へ勤労奉仕に派遣され、1944年春まで勤務した。同年3月からは北多摩郡府中町の陸軍燃料省に配置転換となった。転属先の貸し官や将校は生徒の意向を全く含まない非民主的な取り扱いをしたため、野口は自ら監督責任を負うことを申し出て認めさせた。 1945年5月23日の空襲で渋谷の自宅と東京講師を焼失し資料や写真をすべて失ったが家族は避難していて無事であった。以後は焼け残った西田大輔邸にしばらく身を寄せることになった。府中で終戦を迎え8月26日まで貴重品運搬の作業を続けた。1945年9月。 大塚学園復興委員会が発足し、総務部に所属した。同年12月、大日本体育会の参与と評議員に、就任、1946年10月には、東京分離大行師復興委員会の委員長となり、学校の立て直しに乗り出し、各種障害などをこなして、東京教育大学の設立に結びつけた。この際、野口は、東京教育大学に、 日本初の体育学部の設立を目指し、学部新設を勝ち取ったが、東京講師体育科だけでは規模が小さかったため、東京体育専門学校と統合して、学部設置を実現した。また学長選挙では、文部省と太いパイプを持つ柴沼忠を押して、当選させ、速やかな大学の復興の契機を作った。1947年3月には、 日本陸上競技連盟顧問となる。1948年ロンドンオリンピックに日本が参加することは認められず、戦中、戦後の陸上競技の停滞により、日本の陸上競技は10の20年前の水準に戻ってしまったと、野口は感じた。この頃、野口は、故郷、深谷の親戚の家に身を寄せており、毎日満員電車に揺られて、数時間かけて通勤していた。 東京講師の復興を進める裏で、野口は、学校体育の復興にも尽力し、学校体育指導要項、学習指導要領体育編の策定に委員として参画、したほか、1948年の最後の文献で、体育の主査を、勤め約800人の最終合格者を出し、教育現場に送り出した。私生活では1948年8月に、 渋谷区上泉町の急遽後に自宅を再建した。1949年4月15日、日本体育指導者連盟の副会長となり、同年8月31日には、東京講師教授と兼任で東京教育大学の教授に就任する。翌1950年11月24日には、東京教育大学体育学部長兼、 東京体育専門学校校長に就任するも、定年のため1951年3月31日に、どちらも退官している。翌日4月1日より、埼玉大学教育学部教授に、5月21日より、順天堂大学体育学部の教授も兼任した。スポーツマンであった野口はこの頃、現役時代と同じ体重6 0ラムを維持しており、 テニスも十分できる体力を維持しており、新たな職場での勤務に決意を新たにした。埼玉大教授としては教育学部長を1953年9月1日から務めたほか、付属小中学校の拡張に尽力し、第3回関東甲信越大学体育大会の開催のため、浦和市から土地を無償借用し、針ヶ谷に陸上競技場を新設することに奔走した。 順天堂大学では1952年に陸上競技部を創部して初代部長に就任、1959年4月30日には大学評議員に就任した。陸上競技団体では、1952年に日本学生陸上競技連合顧問、1955年6月10日に東京陸上競技協会顧問、1957年1月に、 日本学生陸上競技連合副会長及び関東学生陸上競技連盟会長に就任している。1957年9月1日、埼玉大学教授を体感し順天堂大学教授専任となる。同年、埼玉県に寄付を寄せ、この資金を元手に野口記念体育賞が設定された。順天堂大学教授時代にもスポーツ、 陸上競技の専門家として、スポーツ人口調査委員会委員長、日本陸上競技連盟オリンピック、東京大会整理で、強化本部顧問、東京都スポーツ振興審議会会長、第22回国民体育大会埼玉県、実行委員会顧問を歴任、母校、東京講師の同窓会である、病警会では五代目理事長を務めた。裁判年の研究は、 日本の陸上競技史を学校別に明らかにしようとするもので第一弾として取り組んだのは札幌の学校であった。野口は札幌市に足しげく通って貴重な資料を多数収集した。1966年1月、大谷武一が亡くなり、遺体と対面した際にたった一人の体育の先輩を亡くしてしまった。次は私ですねと発言した。 翌2月に、前立腺疾患のため順天堂、大学医学部付属順天堂医院に入院。手術は成功して5月の、関東学生陸上競技対抗選手権大会を、スタンドで観戦、成績低迷期にあった、東京教育大陸上競技部に赴いて、選手を激励する演説をするまでに回復した。しかし5月下旬には、軽い脳難化症の欲しさが出たため順天堂医院に、 再入院、床に伏してからは協力者の助力を得て、我が国における初期の陸上競技士に関する、研究北海道大学の末期という論文をまとめた。入院初期の頃は思考力、記憶力とも正常で、逆に見舞い客を激励していたが、末期には意識が朦朧とし、研究を気にかけて、北海道、奈良岡と上ごとをつぶやいていた。 1967年3月16日午前11時、脳軟化症のため正居、78歳であった。日本のスポーツ界では1967年に入ってから津島十一、高石慎五郎、唐沢俊樹と重鎮が相次いで亡くなっていた。葬儀は肌寒い雨の中自宅で行われ、順天堂大学による大学葬が、 青山葬儀所で3月28日に営まれた。開名は白、はじむ院天輪法公費言語事。野口は、生前、14位を受けくらいしていたが、4、53位に上るくらいした。東京文理科大学陸上競技部の出身である、体育学者の今村義雄は、野口について、スポーツ早々期から、戦前の前世紀にかけて、スポーツ人としてさらには、大学教授として、 最も恵まれて活躍した人物と評している。体育、スポーツ分野で活躍した一方、最初から体育、スポーツの道を歩もうとしていたかは不明である。例えば、次のようなエピソードがある。官僚を目指し高等文官試験の受験準備を知っていた時期があった一旦は小学校教師になった、東京講師の受験が本試験ではなく、 欠員募集であった野口自身はこのことについて青年団をめぐる校長との対立で故郷を離れたかったこととスポーツに自信があり自分の好きな道に進もうと思ったことが重なった結果であると語っている。また進学先の東京講師の校長が加納時五郎であったことから自然とオリンピックへ関わるようになったと振り返っている。自身が 日本の体育をいかんせんなど高妙な理想を持って体育の道に進んだわけではなかったため教授になって入学試験で面接官を務めた時に受験生が死亡同期をうまく答えられなくとも不思議ではないし堂々と理想を語れなくても良いと考えていたそれよりも大事なことはその道に踏み込んだ以上は精進することであると述べている。野口は白、はじむせをこうとした これは、アントワープオリンピック出場者で結成した白、はじむ会に由来する。白はじむ会とは、ベルギーの漢字表記、ベルギーから、白、黎明という言葉から、ハジムの字を取ったものであり、スポーツも社交会に出て交換すべしという、野口の考えから生まれた会であった。白はじむ会のメンバーはオリンピックから帰国後、H の字が入った揃いのトレーニングシャツを着て、スポーツを楽しんだ。 海名、白、はじめインテンリン法公費言語字にも白、はじめの文字が入っているのは、野口の生前の希望によるものである。私生活では九百十七年に、リコマ・トヨコと結婚し、二男二女を授かっている。晩年の野口は、妻への恩返しとして、よく夫婦で旅行に出かけていた。子供に対しては、理解のあるパパであり、トランプで一緒に遊ぶときにはねじり、鉢巻きをして、 勝負に挑み、負けた時には、罰ゲームでコーヒーを入れたり、菓子を買いに行ったりしていた。渋谷、上泉町の自宅では、家庭菜園を楽しみ、いちごぶどう、いちじく桃などを栽培していた。仕事も家庭もうまくいっていたため、厄介的な批判を浴びせる人もいたという。幸福な生活が、周囲に知られた一方で、死の数日前には、母の愛を知らない、寂しさを、 付き添いの人々に語ったといい、人知れず苦悩を抱えていた一面もある。初恋の思い出野口の初恋は、深谷高等小学校の在籍中であった。背の低かった野口は、教室中央の前方に席があり、周りには女子児童が座っていた。その中に、野口よりも成績の良い女子がおり、次第に憧れを抱くようになった。思いを伝えることなく、学校を卒業し、 野口は、埼玉県主犯学校へ、異中の女性は埼玉県女子主犯学校へ進学し、路上ですれ違うことはあってもお互いにちらっと見るだけで、声をかけることはなかった。そんなある日、意を決して手紙を出し、返事は来たが父親に見られて叱られてしまい、以後音信不通となった。そしてスポーツに熱中することで次第に色濃い沙汰への関心を失っていった。それから、 年月が過ぎ、1932年、ロサンゼルスオリンピックの当日プログラムを NHK ラジオで、野口が解説する仕事をしていると、初恋の女性から、毎朝あなたの解説を聞いている。小学校時代の面影が忍ばれて懐かしい。という内容の手紙が届いた。野口は小学校時代の美しいイメージのままにして、起きたいとの気持ちから、その女性に会いに行くことはしなかった。 この初恋経験は、野口が順天堂大学で、日本のスポーツ発達史を講義している途中に、テニスを通して、皇太子と、正田道子が親しくなった話をした時に、学生から野口自身の恋愛経験を問われて、語っている。野口は、講義中に恋愛経験を語ることは、学生からすれば、授業の脱線に思えるが、実は、教師の持つ、 人生観と学生の考え方の接触を図る好機であるとし、計算に入れての脱線だと主張している。なお、豊子夫人との慣れ初めについては、ノーコメントとしている。また、青年心理という雑誌でも埼玉市藩時代の思い出とともに、初恋の経験を綴っているが、そこでは語るに足るほどのものではないが、しかし私としては、淡々としておりながらも思い出が深い。 と結んでいる。性格、こういう宴会などでどれだけ夜遅くなろうと、必ず翌朝4時に起床し、読書や研究を始め、午前9時には予定した1日の仕事をすべて片付けてしまった。本人は、これが積もれば、私のような凡人でも何とかなると書いている。もっとも夜は滅法弱く、20時には生返事になり、21時にはいびきをかき始めるという状態であった。 服装へのこだわりが強く身につけるものは下着も含めてすべて自分で選び妻にも口出しさせなかったという。これは単なるオシャレのためではなく体育指導者は青年が憧れるような存在でなくてはならないというポリシーによるものであった。非常に貴重面な性格で大正時代から死の直前まで毎日欠かさず日記をつけ日々の雑事や金銭のやり取りのみならず その日にあった果物の一個、歌詞の一個に至るまで、こと細かに記していた。この日記は、容体が悪化するまで英語でつけていた。そのうち1947年12月20日から1957年12月31日までと1966年1月1日から、死の6日前の1967年3月10日までの、計12冊の引きが死後に、 野口の長男から筑波大学に寄贈され、体育スポーツ資料室が保管している。指揮を悟った野口は、私ほど幸福なものは他にはありませんと、浅川翔一に書き残している。また、複数の新聞を読んで、スクラップブックを作っていた。野口は、知識豊富で交友の幅が広く、年を減るごとに交友と、社会活動の幅を広げていった。 埼玉県市範学校では SH 会、松本中学校では三元会、アントワープオリンピックでは白はじむ会と親しい間柄で多くの会を結成していた。野口の人格は少年時代に修練した剣道と東京講師以来の加能寺五郎からの訓導によって形成された。また学生と教師を交互に繰り返しながらステップアップしていった苦労人であることが、 他者への細やかな配慮につながった。見た目は厳格そうであったが、話してみると親しみやすい人物であり、若い頃の苦労話や武勇伝を語ることで親近感を沸かせた。また他人を引きずり落としたり落とし入れるような小手先の細工を使うようなことはなく、意見が対立した時は相手の言い分をよく聞き建設的で協調的な態度をとった。沢田一郎は、 良い意味で、野口に、東京講師出身者らしさが全然なかったと、表している。多くの教え子から慕われ、東京教育大の教え子は、大漢寺に、記念のお金を送り、埼玉大の教え子は、野口の教像を大学校内に建てた。教像の除幕式では、造婚流のお礼と共に初めて公の場で妻に、お礼を述べ、出席者一同を感動させたという。なお、 記念金は自身の居室の建設費に充当し、入室するときは毎回、教え子への感謝を込めて一礼していた。野口と松本野口は若き日の3年間を松本市で過ごしている。松本中学への赴任は、加納おじごの推薦によるものであった。同時に、松本中学へ赴任した教師には野口を含めて3人の源三郎先生がいたことから、 三人は意気統合して三限界を作って共に学校業務をこなしたり酒を組み交わしたりする中になった。浅間温泉の近くに宿を取って生徒数名を連れた勉強合宿を開き二階は抜けそうになるほど激しい相撲を取ったことがある豊子夫人と結婚するなど野口の松本時代には楽しい思い出が多く残されている。死を目前にしたとき 蕎麦や新州の赤魚を食べたいと呟いたことは、野口にとって松本での生活がいかに充実していたかを物語るものである。長距離を走っていると、ゴール直前で腹が減るという妙な癖が付きまとい、1911年春の校内長距離競争では、優勝を目前にした残り500メートルの地点で、近くの民家に飛び込んで給水し、6位になってしまった。 同年11月19日の羽田の予選会でも、袋の鶴見付近で空腹に襲われ近くの駄菓子屋に駆け込み、パンをつまみ食いしようとして、店の老婆に叱られるという経験をしている。このように最初は長距離やマラソンを試行していたが、十種競技に転向して成功し、陸上日本にこの人ありと言われるまでの選手に成長した。野口は陸上競技の世界に入るきっかけとなった。 羽田の予選会の経験をよく教え子に語り聞かせていた。長距離走から始めた陸上競技であったが万能を目指して十種競技に転向した。アントワープオリンピック出場時、野口は30歳を越しており、その年になって苦手なハードル走に立ち向かう苦しさを第7回オリンピック陸上競技の印象に書き留めている。同書には十種競技の 各種目を得るたびに参加選手同士で、親しみが増した、という感想も書かれている。東京講師在学中は、陸上競技だけでなく、剣道や水泳でも、才能を発揮していた。剣道は、幼少期から練習を積んでおり、疎開先の青年に壊れて、剣道指導を行った。東京講師では、高野佑三郎から剣道を学び、剣道部にも加入して在学中は、 東京講師の大将を務めた。水泳は、本田ダアリ師範の厳格な指導を受け、教え子の中で一番優秀であったといい、本田の命で水泳指導に赴いたこともある。野口が指導者となった頃は日本語で読める陸上競技の指導書はほとんどなく、松本中ではマーフィーの本を片手に、指導者と選手を兼ねて、日が暮れるまで生徒と練習した。 アントワープオリンピックを経験した後は、国際的感覚を身につけ、以前に増して、物腰が柔らかくなり、観察の視野が広がった。研究成果がまとまると、すぐに本や論文にして発表することで選手の便利を、図り、折を見ては、実地指導に出かけ日本中を飛び回り、野口の選手引退後に現れた、日本の陸上競技選手は皆直接関節に、野口の訓導を受けたと言われる。 陸上競技講習会で初めて出会った小田美紀夫とは中性交流があり、小田は野口に激励され続けていた。野口はアントワープオリンピックから数えて17年後に日本の陸上競技が国際水準に達すると予言し、この予言を達成すべく選手育成に努め、ちょうど17年後の1936年ベルリンオリンピックで日本の跳躍選手が多数メダル獲得や、 上位入賞を果たし、的中させた。野口の一歳年上である、大谷武一とは互いに影響し合う、ライバル関係にあった。大谷が主に、学者として、名を馳せたのに対して、野口は、スポーツマン、スポーツリーダー、スポーツ評論家として活躍した。野口と大谷の出会いは、野口が、東京講師に入学した1911年の、新入生歓迎会の席で、 大谷が上級生代表として激励の言葉を送った時であった。野口は大谷の葬儀において友人相代として長辞を読んでいる。河野一郎とは野口が大教理事を退任する契機となる十三項問題で激しく争った間柄であったが、四十法省や君三等随法省の受賞には河野の影の力があったと伝わる。 自分に厳しく責任感が強い人物であり、任務遂行のためには、執念とも言えるほどの努力を惜しまず、何人にも妥協を許さなかった。安住の地にあぐらをかくようなことはせず、常に新しいものを求めて、前進を続けたが、野心家という言葉は似合わなかった。体育学の教員には自らを律して真剣に、学問に取り組むようさとし、 自身の講義に15分以上遅刻した学生を教室に入れなかったという。野口に指示しようとする者は誰でも受け入れる寛大な性格で指導者としては極めて穏やかであったと小田美紀夫は10回しておりうまくできなくても悪く言うことはなくもう一度やってみた前と優しく声をかけた。こうしたことから一般の学生からはスポーツ選手には恩情を示すが一般学生には 冷たいと評されることがあったが、教え子の今村義夫は、検討外れの表と述べている。スポーツ社会学者の森川貞田は、野口が戦前、戦中に急進的な日本主義スポーツ論を展開した、東京講師出身者の代表であるとし、戦後反省や戦争責任の自己批判をすることなく、戦後も体育、スポーツ界に君臨したことを批判している。 浅川昭一は野口を前奏に例えた。穏やかに漂うスポーツマンシップと行政的手腕を持った野口であったからこそ、大教で、加納おじごろと岸聖一の二代にわたって会長を補佐できた。加納会長時代の大教は、大会を開いても入場料を徴収するという発想がなかったため経済的に困窮しており、野口は頻繁に商人に追いすがられた。 そんな野口も、体育を侮辱する者には、劣化のごとく、怒り、東京講師の教授会の席で平然と体育を侮辱した教授に対して、体育を侮辱するなら、我らの宝刀を抜くと言って、椅子を振り上げた、というエピソードがある。これ以降、教授会で体育を侮辱するような発言は出なく、なったという。野口の研究成果は、陸上競技に関するものが多いが、 学校体育にも強い関心を寄せ、学習指導要領に掲げられた、社会性の育成という体育の目標が、現場でどう果たされているか、指導要領で水泳が、成果に入っているが体育教師に、その指導力が十分備わっているか、という研究課題を、実際の学校現場に出かけて調査し、解明している。野口のスポーツ観は、可能時頃に通ずるものであり、スポーツを通して、 人間形成をするというものであった。このため、レクリエーションスポーツではなく、教育的スポーツを重視し、プロスポーツではなくアマチュアリズムを解き、運動選手は身体競争、貧困法制、学業忠実を遵守すべしとした。また、野口の陸上競技研究は、原理の研究批判というよりも、原理をいかに実践するかという研究であり、 科学と実践の橋渡しをするものであった。野口のこの研究態度は、東京教育大を経て、筑波大学陸上競技研究室に引き継がれており、基礎科学とは異なる。まず実践の精神が生きている。順天堂大学体育学部がまとめた、野口の執筆図書、論文、気候等は全244四編に及ぶ。これらの膨大な著作はすべて朝4時に起床して、 朝9時までに仕上げたものである。日本の陸上競技の黎明期は指導者も指導書も圧倒的に不足しており、野口は研究成果がまとまるとすぐに書籍や論文として公表し、競技者の利用に供した。特に大教の機関誌、アスレチックスで陸上競技関係の記事を多数担当し、野口が理事を務めた体育学会の機関誌、体育と 競技でも多くの論文を掲載している。著作数が多いだけでなく、その文章表現は、霊筆と称えられ、野口の著書を読んで、オリンピックを志した選手も少なくない。順天堂大学体育学部企業編集委員会は、野口の代表論文として、スポーツマンシップと教育問題と等、党的技における、ウォームアップ開始時間についての2本を挙げ、 順天堂大学体育学部企業第10号に再録している。ありがとうございます。